ね、なかなかその今の気分レベルでしか答えられないなっていう感じなんだけど、それでもなかなかちょっと、まあ、ラボアデュさんとか結構そうかなというのも、アンキモの曲は結構難しいのが多いんだけど、ラボアデュさんは割と簡単で、でもまあ弾き応えはあるし、なんだろう、曲を楽しみながら演奏できるっていう感じ、そういう部分でラボアデュさんかな、あの自分がリスナーになりながら演奏できるというか、そういう意味でラボアデュさんですかね。まあ、あれね、なんかね、自分で作ったんだけど、作った感じとかがちょっと薄いというか、なんか授かりもんみたいなタイプの曲で、作った時はその当時はパッとできすぎちゃって、なんか不安、なんかいい曲だと思うんだけど、なんか不安だなみたいな思いをしながら出したんだけど、でもまあなんかそれ客観視できる、曲を客観視できるようなそのぐらい、その作った後時間が経ったら、あ、これはとてもいい曲だなっていうふうに、その自分で納得できたというか、なんか自分の人生そのまま、なんか変に手を加えず染み出したような、そういう感じの曲かもしれないなという曲の、なんだろう、ことも話しつつだけど、まあ今の気分はラボアデュさんかなっていう感じです。でもいつでも日によって違うかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。